は11時19分になりました。日本放送の制作でお送りしていますアッコのいい加減2000回、今週も電話、ファックス、メールお待ちしております。身の回りの出来事からここ最近で気になった話題、アッコさんへの質問や相談、メール、ファックス、内容何でも結構です。さらにアッコさんも楽しみにしている脳トレの問題もよろしくお願いします。受付電話番号は東京 03-3211-3222 です。電話は東京 03-3211-3222、 ファックスは 0570-021242 0570-021242、 メールアドレスは小文字で AKKO アッコアットマーク 1242.com アッコアットマーク 1242.com です。そして電話で参加していただくコーナー、クイズ和田おねや、正解すると1万円が当たります。12時50分頃に出題されるクイズの問題を聞いてくだされば絶対にわかるという問題です。なぜなら番組の中のアッコさんの発言が、クイズの問題になってますから、ぜひ問題をお聞きになってください。メールやファックスに電話番号を書いてくださった方は全員抽選の対象になります。さらに番組の中で紹介された方も漏れなく出場の抽選の対象になります。選ばれた方にはスタジオからいきなり電話をかけます。この時に5回コール以内に電話に出てくださらないと回答権失格となりますので、他の方に権利が移ります。どうぞ電話番号もしっかり書いておいてください。そして匿名でも結構ですが、本当のお名前と住所もお願いします。またラジコで番組を聞きの方の場合、お手数ですがメールやファックスに必ずラジコで聞いていますと書いておいてください。もしそういう方が抽選で選ばれた場合はクイズの問題を読み上げてある程度時間を空けてから電話をかけたいと思いますので、ぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、お電話ファックスメールお待ちしております。まあ、すでにもう番組始まる前から届いていたりもするんですが、はい、これはタモリさんについてという珍しいメールが大田区のケロヨンさんが、ね、タモちゃんなんか受賞したとかなんか賞ね、あそうですね、はいはい、放送文化なんとかですね、はいはいはい、タモリさんが昔を振り返り、うん、昔は、うん、今の江頭2時50分と同じような扱いの芸人だったと、うん、おっしゃってました。うん、アコさん仲良しだと思いますが、昔はタモリさんそんな感じだったんですか、うん、いや、江頭ちゃんと同じような扱いだったかどうか分かりませんけども、はい、イグアナとかね、はい、そういう、なんていうんですかね、モノマネのちょっと変わったモノマネっていうか動物系のその描写がうまかったんで、ああでとてもそのシラフでできるような感じじゃなかったんで、ちょっと変わった人だなっていう。それでほらあのアイパッチ、アイパッドっていうんですか、アイパッチですよね、アイパッチですか、噂のチャンネルとかからそうですけど、そういうのしてる人もなかなかいなかったから、はい、タモちゃんもちょっとどっちかの目がちょっとだけご不自由なんですよね、はいはい、だからそういう意味でじゃないですか。だからもう博学だしすごいですよね。随分だからデビューした頃の割とカルト芸人というか、そういうイメージ、そう、噂のチャンネル出た時初めて見た時、私あのスタッフに聞いて誰ですかあれって言ったら、あの九州あの福岡の、あの中洲産業大学って私本当にあると思ってた中洲産業大学のネタの中の、うん、中洲産業大学だとか四角国のマージャン、あれでうわすげえ人が出てきたと思ってたもんね。あそう、だからいろんなことをやられる人だったから、そうですよね、うん、だからタモリさんからしてみればなんかそういうちょっとカルトの扱いだったんですよという、うん、振り返ってらしたということですね。なんか普通に力抜けて仕事してらっしゃるのがとってもいいよ ね、 そうですね。で自分のそのお寺とか巡る時もブラタモリとかね、自分の好きなように動かれてるのがとってもいい、はい、なるほど。じゃあアコさんとタモリさんの最初の出会いはやっぱ噂のチャンネルだったということなんですね。そうです、私は、はい、大田区のケロヨンさんからの質問も、最初の出会いは何だったんですかといただきましたが、はい、はい、噂のチャンネルだそうです。引き続きお電話ファックスメールお待ちしております。